皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。今週のフジテレビ、ザ・ノンフィクションですけれども、余命宣告を受けている患者や家族の心のケアをするですね、看護師僧侶、玉木良友さん、57歳の方の紹介ということで、これ非常に、興味深い取り組みということで、番組の内容を簡単に解説していきたいなと思います。で、そもそもこの看護師と僧侶、両方ね、持つ、やっぱりこれからは複数の肩書きを持つ時代で、看護師だけとか僧侶だけじゃなくて、看護師で僧侶っていう、やっぱその強みを生かしてるんですけれども、なぜそんな風になったのかということなんですけれども、これ非常に面白くてですね、なんと玉木さんは30歳まで事務職だったにもかかわらず、息子さんがですね、アレルギーで悩んでいたので看護師になったと。で、ところがですね、その後47歳でなんと旦那さんが亡くなってしまい、家で看取った経験をもとにですね、やっぱり大切な人が亡くなるその苦しみとか悲しみみたいなことに、思い悩みですね、出家し、それを生かしてですね、看護師僧侶になったと、自分のような思いをして、困っている人を助けたいと。しかも看護師の経験もあると。そして自分の夫を亡くした経験もある。そして僧侶の、修行もしているということで、まさに素晴らしい職業になっているという感じです。で、その余命宣告を受けた患者もですね、家族もですね、なんていうか、医療的なケアを受けられても、心のケアはやっぱりどうしても手薄になりがちと。で、他に助けを求めにくいというところを、まさにこの看護師僧侶の玉木さんが補っているという感じです。で、特にですね、やっぱりケアする家族の負担も大変で、やっぱり長引く介護生活で、余命とか言いながら、余命3ヶ月って言いながら、良くも悪くもね、その3ヶ月って言ってたのに1年生きちゃったみたいなことになると、生きていることはいいことなんですけれども、家族の方の負担もどんどん高まっていくということで、そうしたことをケアしている、いくつかの家族を事例に、紹介をしているという形になっています。で、玉木さんのようなですね、存在は本当に素晴らしいんですけれども、やっぱりこういう問題って本当にその社会的課題だと思うので、今回のケースで出てきたですね、38歳の女性はなんと29歳で結婚した旦那さんが9ヶ月後にもう突然亡くなってしまって、もう8年間引きこもりみたいな人を玉木さんがケアはしてるんですけれども、やっぱりそういう突然の死とかですね、あとは長引く介護生活、要は余命宣告されてずっと病院は嫌だと、家で看取りたいって言って家でずっと介護しなくちゃいけない、そういう患者さんとか家族のケアみたいなものは、もう玉木さんのような人を、それこそたくさん作るか、何か社会でうまく制度化するなりしていかないと、やっぱりそこからまた新たな悲劇が生まれてしまったり、負担が増えてしまったり、それこそ家族の方がまた大変になってしまうということもあるので、こうしたものはですね、もう玉木さん一人が素晴らしくて、その人だけが頑張るんじゃなくて、玉木さんのような人を増やすとか、もうちょっと社会的に制度的に、余命患者とその家族の心のケアをうまくできるような、仕組み作りが大切なんじゃないかなという形です。玉木さんはですね、本をいっぱい出されているようなので、Amazon で検索していただけると、読み放題のものも2冊ありましたので、そのリンク貼っておきますけれども、読んでいただけると面白いのかなというふうに思います。